動画をご覧の皆さん、こんにちは。じゃあ、競馬ボック重賞トーク、今回は、小倉競馬場で日曜日に行われます北九州記念について、やっていきたいと思います。今回出演しますのは、想定班の足立トラックマンと、私調教担当の酒井でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで本題に早速入っていきたいと思うんですけれども、まずちょっと簡単に北九州記念の傾向だけちょっとおさらいしてみたいと思います。北九州記念は2006年から 1200m に変わりました。でハンデ戦で行われています。この6年で一番大きな傾向は牝馬が強いということですね。ここ3年では特に上位3頭の合計9頭のうち7頭が牝馬と、で残る2頭は、両方とも牡馬のサンダルフォンということで、サンダルフォン以外の男馬は馬券に絡んでいないというのが、最近の傾向になっています。それを踏まえるか踏まえないかはとりあえず置いといて今回の、お話に入っていきたいと思います。というわけで、足立さん、はい、どこからいきましょう。まず簡単に本命を教えてください。はい、そうですね、まあ牡馬の英心ヒントなんですね。牡馬の、はい、いきなりボバになっちゃいましたけど、牝馬何頭出てるんですかね。牝馬は 1,2,3,4,5,6,7頭、8頭ですね。約半分。ちょっと怖いですね。なのでその後は牝馬を順番に印を打ってます。はい。エーシンバーゴ。エーシンバーゴ。ジュエルオブナイル。ジュエルオブナイル。マコト。ナワラタナ、アコトナワラタナですね。そのあたり牝馬をやっぱりちょっと怖いんで、はい、印はちょっと上げてますね。はい、はい、でその、エイシンヒットマンが本命ということなんですが、はい、そのなんで？そうですね、はい、まあこのまま今年はね非常に力つけてますんでね、うん、それが一番の理由なんですけれども、ここ2走は馬場がね重馬場続きでのめって走っていたということなんですね。2走前1着にはなってるんですけれども、それでものめって走っていたと浜中騎手は言ってました。前回も同様にやはり馬場に苦しんでいたようなんです。それで、いて重賞でね、まあ、0秒6、この差ならね上位2とはまあ強かったので十分走れる条件は揃っているんじゃないかなと思っています。はい、今この藤岡研究者は担当してるんですね。そうですね。これ厩舎の方は何かこう感触的な部分っていうのは、はい、そうですね、特に悪いことはないんですけどもね、はい、本当に順調に来てるなっていう感じなんですけど、まあちょっとね前回ね馬体が減ってたんですけどもね、はい、前日までは普通に480台の体重だったらしいんですけれども、まあちょっと減りすぎていたと、まあ、そのあたりがねちょっと気がかりではあるとは言ってたんですけれども、まあ、今回はちょっと輸送のね仕方もね小倉になるのでね前日輸送ということでね、また輸送の仕方が変わってくるんで、そのあたり、まあ、悪い方には出ないとは思いたいんですけれども、まあ、ちょっと馬体重は気にしてもらってもいいかもしれませんね。 あんまり減らない方がいい。前走より減っていたらちょっと怖いですね。今の時点では体戻ってると言ってるので、480台で競馬ができれば信頼度は高いと思います。480台、はい、分かりました。で対抗はちなみにエーシンバーゴーですね。まあこの馬は本当に海外帰りで前走ヒット叩きという形ですね。それでいて3着ですからね、もうこれはもう次は良くなるだろうという見込みをね持ってね望めると思いますので、次はね変わってきてくれるだろうと。さらに牝馬ですからね、これはやっぱり抑えておきたいですね。抑えましょう、はい、牝馬そうね、男馬が全然走ってないわけじゃないんだけど、55キロより重い筋量を背負って走って連帯したのがもう2006年のゴールデンキャストだけということなんで、男馬なんでこんなに弱いんやろうねっていう感じはするんですけど、はい、はい、でまあジュエル・オブ・ナイル、まあこれはまあちょっと今回ね展開としてはねリュンヌ・エーシン・ダックマンが飛ばしていくんじゃないかなと見込んでいるので、まあその後ろあたりにつけられるジュエル・オブ・ナイル
このまま小倉2歳ステークス勝ってますしね、あの非常に夏は得意な馬だと思いますので、これはちょっと印を上げました。はい、はい、で小倉、うん、はい、そうですね、誠名は新たな、これはもう本当にはまればこの馬かなと。ああ、後ろから来るんだったらこの馬かなと、うん、3歳でも牝馬だし、そうですね、51キロだし、51キロ、うん、ちょっと今年はね、うん、あの開催が短くなった分まだ馬場が悪くなってないんで、北九州記念というとちょっと差し馬のイメージがあるんですけど ね、うん、なかなか今年はちょっとハマりづらいのかもしれないけど、でも中でもハマるとしたらこの馬かなと思ってます。ちなみに人気しそうなとこだと、エーシンダックマンとかっていうのは印はノーマークにしたんですけどね、うん、まあちょっとそのリュンルとの兼ね合いというのもありますし、あ、まあここにそうね、ちょっと物足りないかなと、うん、この馬にしては、まあ、CBC 賞もそうですし、うん、前走も花切るぐらいのスピード見せてくれるかなと思ってたんですけれども、ね、まあ、2着とはいえちょっと物足りないかなと、うん、そのあたりがねちょっと気になりましたね。初めて花叩かれたってやつよね、はい、そうです ね、もうちょっと花叩いてくれよって思うぐらいのね、はい、ちょっと残念だったなっていう、そのあたりでねちょっと今回はちょっと印はね、うん、落としましたね。わかりました、はい、なるほど。そして坂井さんが、はい、はい、私の本命は、何番に入ったのかな、4枠8番英信理事にしました。まあ、去年の2着馬なんですけれども、前走は函館に遠征して、で、まあ、結果6着だったんですけれども、レース後のインタビューを見るとちょっと力のいる洋芝合いそうにないなっていう話でしたね。あの持ち時計は1分7秒1っていう速い時計がありますし、まあ、去年実際に結果を出しているコースなんで、まあ、小倉に代わって筋量も53キロに減ればチャンスあるんじゃないかなと思ってます。ヘニーハウンドがねちょっと人気しそうかなと思ったんやけど、前回のそのヘニーハウンドと戦ったクラマステークス、この時が首差やったんですが、この時のヘニーハウンドとは筋量差が3キロあったのが今回 3.5 キロと、いうことになりましたので、まあ、これなら逆転はできるだろうと。立ち回り上手なんで、まあ、内目の枠引けたのもいいんで、もうこれやったらこのままでいいんじゃないかないう感じなんですが、足立さんの評価は。そうですね、非常に立ち回りが上手だと思うのでね、うん、あの小倉も合ってると思いますよ、ね、ヘニーハウンドがねちょっと見込まれたなっていう、 6.5 はちょっとちょっとかわいそうだなっていう筋量なんで ね、これは印は一応抑えてはいるんですけど、うん、まあ、前回もねうまいこと川島くんが乗っていたということもあるのでね、ちょっとそれで 0.5 差が開くのがね、うん、ちょっとかわいそうだなとは思いますね。まして久々っちゅうとこもあるんでね、はい、そうですね、まあ十分チャンスはね英信理事にもあると思いますけどね、うん、ありがとうございます、はい、で対抗が、足立さんと同じで英信バーゴと。もうこの馬に関してはもう特にね言うことないですから ね、もう去年も走ってるし、去年のサマースプリントシリーズのチャンピオンなんで、叩き2走目で、まあ、56キロはちょっと背負うんですけれども、まあ、それぐらいは走る、ね、そうですね、もう筋量だけですけど、やっぱりそれは力ある証拠ですから ね、うん、ね、もうこれはもうこれでいいんじゃないかなと思いますが、ここまで以外で何かこう穴っぽいところ、これはちょっと気になるなっていうのは何かあれば。穴っぽいところなんかあります。結構穴っぽいところに印打ってるんですけど。そうやね、はいさっきの話だと毎年足立さんの担当厩舎の馬が馬券に絡んでるというのがこの2006年からずっとあるっていう話なんですけど。ですね、専任になってからずっと僕が夏担当している厩舎が、馬券に絡んでるという、まあ、ちょっと分かりづらい情報ではあるんですけれどかなり内々の中の話ですけど、はい、ただ本当に毎年人気薄でも馬券に3着以内には絡んできているということでね、うん、今年はねあの3頭出てるんです、うん、藤岡研究者エーシンヒットマン、これはまあ本命にしたんですけれども、うん、で松永美京厩舎のサンダルフォン、でさらに、浅見厩舎の杉野エンデバー、うん、この3頭が僕が今年担当している馬なんですけれども、うん、まあ穴っぽいところといったらそうですね、サンダルフォ ン、まあ、この馬はまあ本当に小倉だったらなぜか走る、ちょっとなぜかわからないんですけれども本当に相性がいい舞台なので、まあ確かに怖い面はあります。
杉のエンデバーもこの前がね時計がいい時計で走ってましたし、まあもともとオープンクラスでも走っていた馬なので、まあ展開がうまいこと差し馬の展開にはまればチャンスはあるのかなとは思います、うん、はい、はい、そんなところですかね。アナウマはサンダルフォンあたりだったらちょっといい配当になるかな。そうですね、まあまだ衰え知らずもう9歳やから、ね、9歳ですけどね、うん、はい、小倉なら小倉だったら走るんでね、うん、はい、酒井がアナウマは、うん、アナウマ穴っぽいところだと、コパのオーシャンですかね、はい、6枠12番、これを23角打ったんですけれども、まあ、この馬も割と成績そんなに目立たないんですけど小倉は割と走る方で特に持ち時計があるんで1分6秒9、これメンバーの中では一番速い持ち時計なんですけど、この馬今まで走ったレースの中で1分7秒台の決着で走ったのが5回ぐらいあるんですけど もうそういうその時は比較的堅実に走ってる、 あんまり時計がかかる馬場だとよかえって良くないみたい で逆に時計が速いと、まあ、姉妹も、ね、4走前の小倉でも33秒2で上がってるぐらいなんで結構速い足使って差集めてこれるんでね。で、まあ、今みたいにこの前がそうそう簡単に止まらない馬場でどんくらいやれるかっていうところはちょっとあるんですけども、まあ、今回もまず間違いなく7秒台の決着でしょうから、でしょうね、うん、で51キロなんで、で、ね、エイシンダックマンとリュンヌが行って速い流れになるんであればひょっとしてというところでちょっと印をつけてみました。ハマるなら差し馬としてはこれという感じですね、うん、なんかなという気がしています、うん、はい、まあ、前に行く前よりは後ろ行く後ろから来る馬の方が展開的にね、うん、ちょっと妙味があるかなと思います。そうですね、はい、あとはまあ印打ったのは、まあ、さっきの、まあ、足立さんの本命のエイシンヒットマンとでサンダルフォン、小倉が得意なサンダルフォンで、まあ、これも小倉校舎のジュエル・オブ・ナイルと、杉のエンデバーと、まあ、ジュエル・オブ・ナイル以外はまあやっぱり差し馬というか好位、まあ、差しそうです、ね、のタイプかなと。06年からずっとやっててコスモフォーチュンがまあ花1区か2番手かぐらいで勝ったんですけど、それ以外の年基本的に逃げ馬一切来てないんで基本的には差し馬という印象が強いですね、うん、毎年前半がね32秒台とかいうとんでもないペースになるんでそうそう簡単には粘れないんじゃないかなと。エイシンダックマンはまして57キロ背負ってるんで、うん、まあ買うなら、まあ、時計早いんでなるべく高位ぐらいにはつけときたいかなという気はするんですけども、その辺もガラッと崩れるんであればこういうタイプかな。そうですね、うん、あとは今年のその馬場がちょっと例年とは違うっていうところがちょっと鍵ではあるんですけれども、ね、まあ、そのあたり気にしてもらってハマ、うん、るのであればという穴馬を、穴馬は差し馬からということで、はい、まあ、まとまりなくここまでダラダラ話してまいりましたけれどもいかがだったでしょうか。まあ、ぜひ予想の参考にしていただければと思います。 ではまた。